オムドット批判してる、はい、してバカども聞け、もうね、批判してるやつらもうちょっと言葉選ばず発揮し、わかんないと思うんで俺が言ってやりたいと思います。まあ、まずね、なんでこのメンバーが集められたか、もう簡単でしょ。まずバスケができて YouTube に人気がある、もうこの2点です。で、まあ実力差どうのこうのって言うけど、ともやんさん、あとね、さわやんさんの2人、まあ、学生時代は本当に、まあ、あのメンバーで言えばすごい努力してたと思いますよ。全国大会とか出てるんだから。まあ、YouTube ではね、もちろん初めて社長さん筆頭に、人数は多いわけだから、差なんて関係ない。楽しくやれればいい。そしてバスケット有名にできればいい。どうせみんなあれでしょ？そのバスケ2みたいなさ、しょうもない奴らはさ、京之助さんとか、ゲンゲンさんとか、ユッケさんとか出せって言うんでしょ？そういうことじゃないから。バスケット知らない人たちに、知ってほしい。これから先の未来にね、もっとバスケット、子供たち、彼らにバスケットをもっと触れてもらって有名になってもらいたいというのが今の日本のバスケットの目的なんだから。あのメンバーが集められたから、君たちは批判はやめなさい。もうなおかつバスケットが好きならなおさらよ。本当に批判ばっかり良くないよ。まずあなたはバスケ上手いんですか？YouTube で登録者いるんですか？どっちかでいいよ。どっちか一つだけでも勝ててるんですかって話。本当に努力しない奴らが何も言うんじゃねえよ。ただ敷いてね。一個だけ。なんでコムドットがヤマト君出ないんだ！それだけだよ、俺が気になってんのは。ということで批判やめろみんな。またな。